かダメだよね、私って。かすみ、さっきおたえにキラキラドキドキしてるの？って聞かれて、私何にも答えられなかった。それにおたえの言った通り、私今日全然キラキラドキドキしてなかった。ついこの前まではみんなでいれば当たり前みたいにキラキラドキドキしてたんだけど、今はどうしたらキラキラドキドキするのか全然わかんなくなっちゃった。うん、そうかもね。サーヤの言った通りだったね。ん？何が？サーヤの言った通り、アリサのことそっとしておいてあげればよかった。私が無理やり練習に連れ出したから、アリサのこと余計に傷つけちゃったよね。サーヤどうしよう、アリサもリミリンもおたえまでいなくなっちゃって、このままじゃオピパがどんどんバラバラに。ちょっとかすみ、かすみがそんな弱気でどうするの？だって私大丈夫、私たちなら乗り越えられる。今までだっていろんなことを乗り越えてきたんだもん。私たちなら平気だよ。サーヤで、なんかすっごい薄っぺらい言葉だね。自分で言ってて途中で嫌になっちゃった。ごめんね、かすみ。実は私もどうしたらいいかわからないの。え？私はさ、前にいたバンド、チスパがバラバラになっていくところ、一番近くで見てたから。というか、もしかしたら私がバラバラにしちゃったのかな。それまでいつも一緒にいた友達から、急に逃げるようになっちゃった。学校の廊下の向こうの方に、バンドの友達がいるとするでしょ？そしたらさ、なんか隠れちゃったりするんだよ。それまで毎日一緒にいたのにだよ。信じられる？バンドがバラバラになっちゃうって、昨日まで一緒だった友達と、それまで通り仲良くできなくなっちゃうってことなんだよ。そうよ。だから、私、すっごい怖いの。せっかく居場所を見つけたのに、またなくなっちゃうんじゃないかって、思っちゃって。私、そんなのやだ！そんなの絶対にやだよ！私さ、かすみのこと、本当にすごいなって思ってるんだ。私なんて、全然すごくないよ。だって、私が余計なことしちゃったから、こんなことになっちゃったんだよ。私はチスパがバラバラになっちゃった時、何もできなかったよ。余計なことすらできなかった。かすみはさ、いつでもすぐに行動してるもん。私はどうしても立ち止まって考えちゃうけど、かすみはそうじゃない。いつでも行動してる。それってきっと、かすみにしかできない、すごいことなんじゃないかなって、さっきかすみがアリサと話してる時に思ったんだ。けど、それでも全然ダメだった。もう私、全然わかんないよ。ねえ、かすみ、手つないでみようか。手？前にさ、花火大会に行った時、みんなで手をつないでみたでしょ？その手から気持ちが伝わったよね。うん。私の気持ち、どうしてもかすみに伝えたいんだ。言葉じゃなくて気持ちが。だから、はい、手つなごう。ん。私の気持ち伝われ。サーヤ、えい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 。どうだった？私の気持ち伝わったかな？うん、多分私と全く同じ気持ちだった。ポピパが大好き。サーヤ
ありがとう。私頑張る。絶対頑張る。ううん、頑張るじゃないよ。一緒に頑張ろう。あのさ、サーヤ、一つだけ言っていい？ん？何？手、ちょっと強く握りすぎ。すっごい痛かった。あー、ごめん。ちょっと気持ちを込めすぎちゃった。それじゃあいただきます。さあや、結局おたえどこに行っちゃったんだろうね。授業が終わってすぐに教室出て行っちゃったけど、声をかける暇もなかったもんね。中庭でのお弁当の時間もついに私たち二人か。なんか寂しくなっちゃったね。けどここからだよ。もう一回みんなで揃ってお弁当を食べられるようにしよう。